日本の仏壇仏具を選択肢候私、坂本龍馬。誰が何と言おうと坂本龍馬。今回は神山草氏からですね、花瓶の水漏れ修理、そこ貼り替え、ご依頼でございます。金箔が吹いても剥げない国産仏壇。お仏壇の販売が定食がた後期でございます。2000? 23年4月の11日、今日は火曜日、今5時54分。もう、外明るいですね。11度朝動画でございます。もう誰が何と言おうと坂本龍馬でございます。<laughs> これ、一応ですね、坂本龍馬のからなんですよ。買ったんですけど、なんかただの天板になってますけどね。はい。えー、今回ですね、私、日本の仏壇仏具、選択肢総楼、え神、ー、山、昨日ですね、神山草氏からお電話いただきましてですね、花瓶の修理。 これ水漏れ、水が漏れます。で、あの、やっぱこう、底がもう抜けてる、抜けかけてますね。で、これ1万ぐらいかかります。やっぱ結構これ、で、中のですね、漆も全部剥げて、これ実は中に漆が入ってるんですよね。水漏れしないように。それも全部剥げてますと。ここもやり直さないかんか。やっぱ1万ぐらいかかりますけど、いいですかちょってったいいですって。もうこれはもう亡くなった主人の大切な形見ですからって。ああ。 よかこですねって、SDGs ですよって、あのコロナからですね、増えてますよ。あの、こういう仏具の修理依頼ですね、仏壇仏具、修理依頼増えてます。やっぱ、あ、ポン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 買い替えるのもいいけど、やっぱ昔のものを大事に、これ日本製、今ですね、仏具とかも外国製が多いんですよ。 あの、安いネットで売ってるのはほとんど外国製です。ただやっぱですね、やっぱこういば日本の職人さんがこれ、鋳型を作って作って一つ一つ手作りなんですよ。こう、制度を流し込んでですね。やっぱこれは素晴らしい技術なんですよね。はい、まあそういう形でですね、とても喜ばれると思います。まあそういう形でですね、当店、仏壇、仏具を選択肢、候日本の夜明けでよ。 誰がなんと言おうと坂本寮は。はいはい。まあこういう感じでですね、あの、お仏壇の修理もやります。リフォーム、とても多いです。あの、こちら、まあこういう感じでですね、えー、古い、古い、よっこらしょ。 古いお仏壇がこんなに綺麗に蘇ります。ですから、仏壇仏具の修理、リフォームですね。でも対応できますので、一つよろしくお願いします。なんだかんだ言ってもですね、これが日本の夜明けぜよ。はい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 。まあ、あの、すいませんね。ちょっと長くなりますけど。はい。えー、仏壇、花瓶、水漏れ、修理。神山草市の慶様ご依頼。 えー、YouTube 見ましたと。やっぱありがたいですね。高齢の方も、あのー、皆さん、スマホを持ってらっしゃいますからね。えー、引き取りに来ていただけますか。車がないです。ということで、あ、よかですよ。ということで、あの、営業部長が、昨日即訪問、えー、無料見積もりさせていただいてですね、引き取り、あの、お預かりいたしました。これは SDGs エコですよ。いいものを修理して長く使う。これが本当だと思います。 やっぱパ,ンパ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 ン、やっぱほら、一時期ほらね、買い替え買い替えだったと思うんですけど、これが本来の姿だと思います。えー、年中無休、24時間電話受付096329-0224、受け付けておりますので、まずは三つ盛りいたします。よろしくお願い申し上げます。これでですね、日本の弱気は間違いないぜよ。はい、ここまで、この動画を見ていただいてありがとうございます。皆様の開運ごてん お祈り申し上げます。